今日はロケール、そして僕にいるのコーヒーについてのこだわりをお見せします。美味しいアイスカフェオレお店で出しております。その作り方今日お見せします。ここでクマさんと一緒によろしく。 Yo! イエメナ Watch the show! Il Flux!はい、ニールのビデオブログでございます。今日はコーヒーの作り方、これはアイスカフェオレ。Smells so good. エゾブレンド大切コーヒー東川町焙煎しております。細かく引いてます。設定は11番です。エスプレッソのグラインドでございます。使ってるのはエアロプレスという非常にシンプルな割と安い機械なんだけど、すげえ香りのいい美味しいエスプレッソをアナログ的に出せます。見てください、この泡バッチリじゃないですか。これは逆さまに使うメソッドというか、まず、ちょっとフレンチプレスっぽくそのエアロプレスを利用するやり方ですね。4分ほど置いてます。この薄い小さいペーパーフィルダー、これにもちょっとお湯をかけて、紙の匂い、紙の香りを取ります。フィルダーがバッチリついてることを確認して止めます。これでこの状態で4分ほどなりましたね。さあエアロプレスを今度ひっくり返す。カップの上で力をかけて一定の力で、1分まではかからないけど30秒40秒ぐらいゆっくり押し続けると、お湯がコーヒーグラインドを通ってフィルダーを通ってカップに入ります。最後空気が抜けるところまでプシューって言いますから、これで香りもバッチリ入りました。このように1杯分まず出しました。はい、2杯目。結構ねこのエアロプレスは力使いますね。慣れてない人をやると若干肩がいなくなるかもしれないです。2杯目取れました。次はアイスカフェオレを作って飲んでみたいと思います。さあその冷やしたコーヒー、美味しい京極のセイコマートで売ってる氷の上に半分かけます。もう半分は美味しいセイコマートの北海道牛乳混ぜてストローを刺し、そしてあとはエンジョイするだけだ。最高のアイスカフェオレニールが入れました。クマさん喜んで飲む。ニールの喜びの表情、これです。ありがとうございます。じゃあ姫野さん飲みに来てください。ありがとう。うまい。Thanks for watching. Please subscribe and see you tomorrow.